行きますか。はい、じゃあ。はい。中島久美さんでございます。どうも。はい、あ、こんにちは。こんにちは。あの、ナッシュルさんね、あと1周年、どうもおめでとうございます。おめでとうございます。ということで、あの、今日はあの、ちょっと、あの、Facebook で、あの、吉田テルさんのね、やつ見させてもらって、ほんで、ナッシュルさんにね、あの、ちょっとオープン出ますっていうのを見て、ほんで、あの、出先やったんですけど、急遽ちょっとこちらに見て、もう手ぶらで、ちょっと冷やかしになってしまうんですけど、ちょっとね、今来て、ちょっと、最初にね、あの、入らせてもらいまして、ちょっと、所要がちょっとありましてね、すぐ出るっていうところもありましてね、すいません、どうも、ちょっとお願いしてもらいました。まあ、今後ともですね、よろしくお願いします。そしたら、あの、中島組の歌で行かせてもらいます。曲がね、あの、ラララっていうね、歌で、あの、ケンノコさんがね、歌ってる歌ありましてね、それ、行きます。ちょっとね、12弦太いんでね、あの感覚、ちょっと2曲目ぐらいがだいぶちょっと慣れてくるかなと。なるほど。いうような感じで弾きたいと思います。はい、次はですね、あの、勝手に仕上がれってね、いう歌で、あの、沢田研二さんのね、あの、歌の勝手に仕上がれがね、あの、世の中に広がってるんですけど、中島みゆきさんのね、あの、勝手に仕上がれっていう歌がありましてね、あの、大体まあ、あの、沢田研二さんの時より、まあ、同じぐらいかもしれないですけど、ちょっとまあ中島みゆきさんの方が早いかなと。そうですね。これ強調して。はい。っていうのでね、あの、ちょっと
特定しられているのをいきます。あ、ごめんなさい。悲鳴を上げてしまいました。今日はね、本当に割り込みさせてもらって、本当恐縮で歌わせてもらって、皆様に感謝申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。はい、そしたらね、ラストの曲は、ホームイテというね、歌で歌いたいと思います。Thank you.